皆さんこんにちは。キングオブプロレスリングゼネラルマネージャーの道しるべあきらでございます。この度7月27日にメジャーデビュー CD 道しるべをリリースいたします。はい、誕生のきっかけですね、私37歳になります。ですので38年前でございましょうか。父龍子、そして母よし子がですね、愛の営みを行いまして、その結果私道しるべが誕生したということでございますけれども、そういうきっかけではなくてですか。大変失礼いたしました。下積み20年でございます。はい、演歌会ですね、長年下積みしていきました。雑巾がけから、風呂掃除からいろいろやってまいりましたけれども、20年長かったです。しかしこの下積み生活20年がですね、この演歌デビューにおいて何か必要だったのかと言われると、必要なことは何もなかったじゃないかっていう感じがいたしますね。そしてデビューするということで、デビューするときってこんなにあっさりデビューできるのかと、声をかけていただきまして本当に、嬉しく思っております。はい、どうもありがとうございます。キングレコード様のおかげでございます。本当にキングレコード様ありがとうございます。道しるべ69、両方とも私が作詞させていただいております。道しるべの方はですね、男女の大人の恋愛について、女性目線ですね、女性の心を歌っております。なぜ男の私が女心を歌えるのか、それは深くは聞かないでください。私の中に何かがそういったことがあるかもしれません。深くは突っ込まないでください。よろしくお願いします。道69、これはですね、69と聞きますと、皆様、大人の方はですね、いやらしいことを想像する方もいるかもしれません。しかしこれですね、私がですね、もう舐めたい、人生を舐めている、人生を舐めているという感じの曲ですね。69だけにということではございません。はい、8月13日ですね、G1 クライマックス26両国大会の試合前にですね、道しるべを、フルで、歌わせていただく予定でございます。1万人ぐらい入りますかね、両国いかん、1万人の、お客様の前で歌うということで、私今からもう緊張しております。今からもう膝がガクガク、震えております。もうちびってしまいそうです。本番はもうちびっちゃうんじゃないかと思いますけれども、ズボンがですね濡れていても、ちびったんだな、ちびっちゃったんだなと、笑ってやってください。よろしくお願いします。8月27日初戦ブックタワーさん、それからタワーレコード渋谷店さんで、CD 発売記念イベントをやらせていただくことになりました。ありがとうございます。こちらのイベントではですね、CD に入っておりますこの PR カード、こちらをですね、じゃんけんします。じゃんけんで勝ったらあげます。ちょっと言っていいのかな、ちょっとあまりよく詳しくわからないんですね。詳しくはホームページの方をご覧ください。ホームページも見てもらった方がわかると思いますんで、ホームページをご覧ください。とりあえずこの CD に1枚しか入ってないこの PR カードですね、2枚3枚ともう持って帰っちゃってください。
イベントに来ていただいたらもうゲットだぜ。はい、PR カードに、そうですね、キングオブプロレスリングです。はい、 PR カードです。これがですね、今までにない一定確率でこのチームのレアリティ、コモンレアのレスラーのレスラースキル発動率を上昇させるという、もう弱者救済と言いますかね、またなんとかやりやがったな田口道しるべという感じですね。うん、これはもう金プロやる方はもう欲しい、5枚欲しい。これやっぱ5枚集めるにはどうしたらいいのか。そうです、道しるべを5枚買ってください、5枚買えば金プロも強くなる。うーん、よく考えられています。うん、この商売上手。はい、道しるべ明、田口隆介、そうですね、まあ、別人の方が面白いのかなと思いました。面白いのかなと思ったんですけれども、意外とあっさりドイツ人物だと、言われるようになりました。ドイツ人物だと言われるようになってですね、いろんな方から、一緒でしょと言われました。一緒でしょと言われるたびに、私は違うよと言ってました。しかし、私の心はその嘘をつくために痛んでおりました。私、自分自身に嘘をつくことに耐えられなくなりました。なので、嘘をついていたことを、皆様に、発表させていただきました。同一人物だと言わせていただきました。本当に嘘をついていて、参戦者参戦。はい、道しるべ明、道しるべ明は演歌界にドロップキックということで、 1.4 ではなく 12.31、 大きな舞台を目指していきます。ぜひ道しるべ明応援よろしくお願いいたします。よろしくよろしくよろしくね。ありがとうございました。